手よりも先に足が出てしまいました。イラプションにとってさあここは勝負どころです。さあ、なめんなよ若造って感じでしょうね。まあでもね、このカノンはですね、やはりダムネーション TA に入って何か本性というか真の力が開花したように見えます。まあ、本当に DDT に来て9戦目でチャンピオンになっちゃいましたからね、はい、やはりそういった意味では悪の名伯楽、カリスマ佐々木大輔の手腕によるものなんでしょうかね。いや本当にいい意味で自分を解放してますよね。はい、確かに椅子を使いました。柴田さんは、はい、この悪の集団ダムネーション TA はご存知ですか？もちろん知ってます。ザ、はい、ナイトにも2回出演してくださいました。ダムネーション会っていうのがあったんですよ。大丈夫ですか、はい、それこそ事故るじゃないですか。そうなんですよね。1回目に私佐々木さんにものすごく泣かされまして、あら、はい、いじめられちゃって、で共演 NG だったんですけど、はい、2回目でなんと和解しまして一緒にプリクラを撮りました。和解したんですね、はい、すごいスピード和解ですね。急接近じゃないですか。そうなんですよ、ね、いい方だなと思いました。すっかり洗脳されてしまいますね。はい、まあ、現在このダムネーション TA が DDT の6人タッグチャンピオンです。まあでもね、長野さん、はい、イラプションとしてもやはり樋口が抜けて、はい、赤い岡谷、坂口という3人になったので、ね、まあ、ここでもう一度ねイラプションの存在感を示すためにも6人タッグ、トリオのタッグはねベルトは欲しいですよね。いや絶対必要なベルトなんですよ ね、はい、まあ、イラプションもねその6人タッグのベルトでのしてきたユニットですからね、はい、そして赤井沙希選手にとっても強い強いこだわりを持っているベルトです。おお DDT、 やはりダムネーション TA にとってはこの坂口幸男が狙いか。まあ、今日できるだけ痛めつけておきたいところですよね、うん、まだちょっと先はありますけどもね。一気にチャージをかけていく佐々木大輔、ペディグリーの体勢、これは踏ん張っていく坂口、鋭いエルボーだが、サミングをものともしません。気合入ってますね。そして魔王です。